終点である国道56号との交差点。高知県宿毛市を通る国道321号。撮影地点より手前にある交差点が終点。国道321号は、高知県四万都市から土佐清水市を経由して、宿毛市に至る一般国道である。高知県南西部の海岸沿いに走る四国最南端の国道である。四万都市から伊豆田峠を経て、 土佐清水市に至る区間は、足摺岬へのメインルートの一部であり、早くから改修が進んでいたが、一方で、土佐清水市と大月町にまたがる金江崎前後はこの路線切手の難所として知られた。現在では、校舎の区間も片側1車線幅に整備され、足摺サニーロードの愛称を持つ四国地方有数の観光国道となっている。 一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り、南国の要行を浴びて走るという路線特性と、路線番号の321日ちみ、1987年に足ずりサニーロードの愛称が与えられている。1994年には伊豆田峠に新トンネルが開通し、その後、旧トンネル双方の高校は埋められた。 旧トンネルへの道路の内四万都市側は、津倉山への林道と連絡しているため稀に通行車両があるが、土佐清水市側は行き止まりなのでほとんど手入れされておらず、廃道を溶かしている。延長 2.160km のイブリバイパスが2009年8月2日に共用を開始した。起点は四万都市の中心街で土佐の小京都とも呼ばれる中村市街地にある。 中村市街地を外れると、日本最後の清流と称される四万十川があり、さらに南の太平洋の海岸線沿いに道路が走る。戸佐清水市大期に、幅800メートル、長さ1500メートルの白浜が続く、大海海岸は、河口岸が、新食運搬されてできた海岸として知られる。戸佐清水市街地から南に伸びる岬である、 足摺岬は、タミヤ・トラヒコの同名小説でも知られ、椿の回廊と灯台のある、切り立った断崖絶壁の景観が広がるところである。海の駅がある、足摺港から西に、タツクシがあり、会食、風食による祈願が連なる、海中公園や、海洋館、タツクシ海類展示館会のギャラリーなどの施設がある。タツクシから加納先までの海岸戦争育館は、 絶壁と白波が砕け散る、奇岩気象が続くところで、雄大な自然を損なうことのないように、道路改良も工夫されている。ありがとうございます。